お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちら超高画で 2.1 エリババレイジやっていきたいと思います。ということで皆さん、エリババレイジねされたら嫌だと思うんですよ。それをね、超高回転で無限にねやっていきたいと思います。マジただの嫌がらせになっちゃうかもしれないんですけど、意外と勝てますよ。まあ、エリババチンパそれだけなんですけどね。さあ、でマジで回転早いので、例えばこうメガナイトで踏まれるとかがあるかもしれないんですけど、もう2周目エリババ通してるとか、なんならレイジで意外ともうメガナイトすらもね溶かしちゃうみたいなこともあります。おお、これおいしい、いくよ、これ来るよ、これをどうやって止めるのって話なんですよ。で、ヤナヨメ使ったらおいしいですね。でレイジ行って、これコウモリまでも行っていい気がするな。でザップだけ構えて、なんとなくザップって打ったらいいよね、エリババと相性いいんでね。さあ、一本。あ、で、これやばいじゃん。やばいじゃん。でもね、めっちゃ優秀なんですよ、1コス、実は。うい。からの、これ、ラバ側に、バルーン、あー、メガ、いや、これ、行ってもいい気するけど、もう一旦待つか。もう一枚ぐらいなんか来てくれると、すごい美味しいんだけどね。さあ、あ、やばい、待って。絶妙に下手。やめて。さあ、ファイスピで、処理と。いや、これキングいけるな、最初から。さては、檻と縦線でしたね。いや、リーク受けも豊富なんですよ。普通に豊富ですけど、エリババレイジの前にね、リーク受けなど意味なしと。さあ、行くぞ。これで、消えるでしょ。檻がなくなる、縦線だけっすなと。あー、これ突破できそうだな、ガチで。で、コウモリ行って。いや、インドルとか出してる場合ちゃうんすよ、あなた。よしよしよし。で、縦線とか突破したいんでね。ヒースピも添えてあげて、あ、これ折れましたね。はい。お疲れ様でした。いや、早いな。いや、まあまあ、これは結構綺麗にね、うまくいったパターンだと思うんですけど、まあ相手が大型とかだったらね、展開した瞬間に1本折れると思うんですよ。そこがね、まあ普通に強いですよね。オーケー。まあ、リババね、瞬間火力と言いますか、単純に火力高いんですよ。HP も高くて火力も高いんで、まあ、ロケぐらいじゃないと死なないんでね、本当に。そう、基本的に何でも、マジ、エリババ行ったらガチで何でも守れるくらい、何でも守れます。ジャイ、ロイジャイ、エリゴレゴレとか。そう、だからエリババめっちゃ優秀なんですよね、実は。行っちゃおうぜっていう話なんですよ。で、レイジまでして、もう考えるな。で、ヒースピまで追加して、いや、回復しろ。いやー、もうちょっと回復してくれたら熱かったんですけど、まあまあまあ、相手のね、ファイボーエレキ。いや、防衛うまいっすね。まあまあね、これで、言ったらトントンみたいなもんですからね。さあ、次がね、相手ファイボーないですから。いや、ペッカとかなのかな？あれ、タルババだったよな。さあ、すごい。エリババ防衛するとやっぱね、守った気になるんですね。甘い！甘い、お主。お主甘いぞ。これを守れるのかどうぞ。ほら。ヒースピで回復して、いやでも、いや結構守られた、いやでもダメージ、もう一発欲しい、もう一発欲しい、オッケー。おい、まあ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 、普通にエリババで守りゃよかったですね。でもこれで、これででも言うてたもん、ね、これさ、次強くない、エリババないよ、じゃあエリババないじゃねえよ、終わる終わる終わる、メガナイトがないんで、うん、これ次どうやって守ってくるんでしょうね。見物ですよね。で、まあ、ファイボか？で、タルサイタのヒースピ、これ、強いっすよ。よいしょ！よい！ 2 発？よい。いや、いいね、いいね。害悪すぎる。いや、これ、始め出すだけだからな。で、ラムとかいると、そう、ちょっとね、違うんすよ。ラム受けとかされちゃうんだね。これザップも使って、あー、そういうタイプね。ザップ持ってんだ、君も。いや、いてー！さあ、次からですね。こっからがね、結構難しくなってくるかもしれない。セパで2周目回します。うん。新しいパターンです。いや、これきついよ、絶対止まんないっすね、これで守ります。僕はエリババさんっている、あー、守れるかな、いや守れねえか、いや守れなさそう、
あ、これ好きからのでよかったな。まあまあまあ、こっち来てもらって、いやあるよ、いやマジ全然あるよ。いやライト来る、いやライト耐えれる、熱い、いやこれ待って、キングが熱い。これさ、こっち、うまい。ザップ2周、いやザップ2周で落ちないっていう地獄、もしかして。やばいこれ、いやでも俺も耐えれる、お願い、耐えて耐えて、真ん中入りぐらい、おお、耐えろ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 、エリバン殴ってこい一発だけ、お、いやザップ、おーヒーズビーヒーズビー、おいおお、あのドヤ顔守ってたやつがね、こういう姿になっちゃいます。ナイス。いやエリババちょっとおもろいな、ちょっとどころじゃないけどな、刺さるのが気持ちいいね。やっぱレイジがいいよね、もうなんか普通だったら止まるのにレイジのせいでボコボコ入るみたいなね、ミリも入らんようなところがレイジのおかげでタワー折れちゃうみたいな。うん、ボーラー来たら、いやーめんどくさいっすよね。いやでもボーラー来たらとかもう、関係ない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 、マジで。いやヒースピソリよかったな、やべ待って、金ギドミスるっていう、あマジで、あ本当にごめん、うん、ふう。いやでもボーラー突破したら、なんかアイゴレのさ両横をエリババが通っていってボーラーの石避けたっすね。しかもこれ次やばいのが、次ボーラー持ってないんですよ相手、だからここで行くんですよ、ガチで熱いっすよマジで、どうやって守っていくんだっていう。まあわかんねえけど、一旦これでステイでいく、ライドルだし。いや結構ある結構ある結構ある、いや落ちてくれるとすごいありがたいんだけどね。最後の最後の、うわーもう一発いけないか、最後の最後の削りがやっぱこの時ちょっと弱いので、うん、守れねえか、まあ、おートレン使ってくれた、美味しい。いやこれもったいないか、まあいいや、一旦降ります。でレイジかけて、これキング結構狙っていった方がいいかもね。いやザップもな、スケルトンとかさいたらさ撃てるんだけどね。いやこれやべえな、復帰やぐれ連れてくればよかったか勝ってから俺よ、おい君まだ勝ってねえかんな、負けてるかんな、大丈夫かその惚れ、分からすぞ、金のトロフィーあるかんな、こっちには金トロだぞ。フリーズだな、でそっち守るじゃん、じゃあ今度こっちなんですよ。うん、そんな片サイドばっかり行くわけないでしょ、僕レイジして、いやマジで落ちてくんねえかな。いやこれコウモリ残したい用のスケ、後ろにだけ行け、後ろに、男の許容、よし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 、おいボーラーさよなら、オッケーやば、これやばいな、やばくない。まあ守れないからさ、もう一回リババ出せるわ、無限に出せる、逆サイ攻めてボーラーで抑えられるけど2周目リババ絶対止まんなくての繰り返し、やば、引いてるわちょっとリババレイジ闇不景観な。まあコウモリとか宮地ですし、あとヒースピとのね、ヒースピエリババは普通に今マルチ上位でも使われてるぐらいなんで、てかエリババマルチ上位地味にっていうか結構いるんすよこれが。それもまたね、昔だと考えられないですけど。さあ、タルユーの。うん。これ、金ギドします。
ちょっと痛いけど。わあ、あ、これ、いや、突破できる。えい、レイジが強い。それはエリババ対決、レイジある方が勝つよねって。え、おるんじゃね？おい、やばい、これ、だってマルチで流行ってる、ガチで世界本当に2位とか3位とかが使ってるガチデッキをボコしてる。やばい、待って、あ、待って、本当に。あ、ごめん。本当にごめん。あの、さっきから、何これ。一試合に一回必ずヘタポイントついてくるな。うん、まあエリババレージしとけば、相手のユニット結構溶かしてくれて、得みたいなとこある。え、諦めか、工場で攻めて、あ、諦めだな。エリババレージの前に、心っぽきっと。ナイスなー、やばい。さてはあるな、これ。うん、あ、エリババがない、エリババがないだけでちょっとつらい。さあよろしく、回して構えてね。この何気ないねカード回しも俺にとってはもう準備されてる。行ってこい、行ってから考えろ。で、遅れてヒースピ追加したいけどな。いやマジでこのヒースピ追加がね、あっちに、いやー、お、竹外れた、やばい、エリババ優秀か？インドの時から外れるように逃げたで。しかも、ヤナメ使ったので、ここで何が来ても、コウモリで守れるはずなんですけど、ザップがあるかもしれない。うーい。ありましたね、しかも、本当に。まあ、ザップ使って守って、いや、いいよ。いや、いいね。あ、ヤサ君やばいね。まあ、本当に僕の攻めを気合で入れるしかないですね。あいつはニヤニヤしてますね。よろしく。いや、結局ここでまたアイゴレエリババコウモリなんですよ。まあ、次相手複数範囲消えるかな。いや、ラバとかぶった、これ落ちるな。うん、でキングを目指してるからね、俺はキング目指してます。レイジ、お、なんか、いや、これスケドラ邪魔っちいな。いや、もう結構削ってくれたよね。まあ、やっぱバルーン来てキング行きたいな。もう守れねえかな。いや、もう一枚待ってもいいかな。いや、おつい、かぶった。これ終わったっすよ。相手絶対今3コスでしょ。3コスでやって、しかもヤナアメとかだったんで、オッケー、来た。オッケー、来た。あ、まあ、これさっきの、キングへのディガー、タワーへのディガーが、防衛で使われてると、まあ、わかんなかったかもしれないんですけど。ぬーい。うぃうぃ。まあ、守れないですけどね。僕は守れないですけど、相手も守れませんよっていう。さ、サンクラゲーですね。さあ、準備しましょうか。後ろからカード流してね。あー、ちょっとめんどくさいな、それ。まあ、でも美味しい。これどっちに行く？おお、矢も使った。あるな、これ。うわー、やばい。コウモリにしよう。いや、ヒースピ欲しい。うわー、やばい。え？なんかガンメタか？待って、すべてがあったぞ。しかも、ロイフグデッキに。やばいぞ。まあ、矢くらいなら全然いいな。ハイボヤでしょ？宝石でしょ？あはは。余裕。レイジザップヒースピをダメになっちゃう話っすよ。あ、LSP がダメだな。LSP 辛いっすね。うん。まあ、豚はエリババで守ればいいので、ぶっちゃけ。さあ、これエリババ2周、序盤だったら多分回んないので、セパして、このエリババ大事に行くしかないっすね。あとは今の早めコウモリちょっと大事。うん、イースピで回復してあげて。いや、ここさすがにロイが来ないよな。うん、いてて、豚来てくんねえかな。ここで来たら美味しいんだけど。うわー、やばいね。墓石親衛隊ですって。ちょっと待ってくれ、一旦壊そう。
いや豚飛ばしてくんねえな相手。いやめっちゃちゃんとしてんな。おいちゃんとすんじゃねえよ。まあまあまあ、いやーあるよ、全然あるよこれ正直ね。からのじゃないこれ。いや墓石墓石環境の墓石が大暴れしてやがる。あれどうする、ガチで笑えねえよ本当に。いやあれこれめっちゃたまんな。いや墓石ためんなためんな。バルキリ、いやでもこれさ結構今チャンスだと思うんだよな。しかもザップ打ってまでダメージ稼ぎます。いや、エッチ。さあ、高めコウモリ。で、固めてくれる？いや、固めてくれるのでけえ。マジか、でけえ。救い、救い、救い。いや、ちょっと追いつかれてきた。見て、見て、見て。早く走れ、早く走れ。君たちは走ることが取り柄だろうが。走ってなんぼやろうが。やばいよやばいよ、怖くなってきたよ。回して ALSP がうまい。よー俺のスキルがいかれた。あーやめて、やばいやばい。いやまだ耐えてる。あー陸しかおらえないかい言うてな。無理やないかいこんなのボケー。無理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 や無理やろ俺。うん無理。さあここ勝つぞ。もう親衛隊墓石はやばいね。なんか普通に親衛隊ラブのテンプレって五分折りなんですよ。だから折りのタイミングで刺すとかがあるんですけど、もうそれすら許してくれなかったね。うん、さあ怒ったかんな、怒ったエリババレイジを行ってこい。あーライドラーマジタイミングかぶって逆サイだったら激アツだったけど、あーこれあのまだバルーンだ。いやこれあるっすよ。いやー結構守んなちゃんと。さあ次の刺したいっすね。まあここでバルーン来たらまあ適当に、うん適当に耐えながらの。さあコウモリも回ってるんでね、まあ、トレーニングとかあるかな。さああるぞこれで、レイジやっていいっすね。で、ヒースピ遅れてかな。いや、これ、マジで強え。えぐい、えぐい。ガチでやばくないこれ、マジでおもろいな。決まるとやばいな。ワン、あ、フリーズ使ってたか。お？いや、なんかでか。で、次のエリババは、まあ、ボーラーの餌ですね。あのわざと、まあ、ボーラー出させます。うんうん、どっち一旦キングにしてみる。え、なんでキング来るねん。普通反対やね、出してくんの。そうそう、これザップ打ち毒みたいなとこないかな。まあ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 、きちい。普通こっち守らん、キング守ってきたやん。マジかよ。さあランパ、うい、これキングで美味しいですね。いやエリババ残んねえかなこれ。エリババ残んないってさったらやばいっすね。まあ防衛しちゃって、これボーラーワンチャン、うい引っかかる。で走らせて遅れてヒースピー添えてあげると樽がね意外とねそんな綺麗にはまんないんですよ。いやー落ち着いてますねホワイトさん。さあコウモリうざいですからね。
レッツゴーレッツゴーレッツゴー、もう生き毒生き毒生き毒で、これ対応するからマジで絶対このコウモリで守れる。でヒースピ、いやーちょっと相手も防御うまいが、いやでも突破してくるのがリババー。おう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 、バルーン、さては勝っちゃうな俺。もう一回リババ行って、おーげーいさん、ナイス。タイグコウモリだけでいけますね。おーランボランボ、なんかバグってる。コウモリ、コウモリやっぱ回転早いとね、ダメージ量やっぱその高いんで DPS が。エリババコウモリ無双しますねマジで。うん、はい、ということで今日ね超高得点のエリババやったんですけど、思ったより多分勝てると思うので、皆さんもね、あの橋前エリババすごいね楽しい戦術だと思うので、ぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。